今回は2つの課題を出したいと思います。1つ目は、スイング中において正しい重心の位置ですね。そして2つ目は、スイングの連動性え、つまり滑らかなスイングを作り上げるためにどういう練習をするかということです。まず1つ目の正しい重心の位置に関してですが、現在、スイング中の重心の位置というのは、バックスイングにおいて、 トップの上がるトップ付近ですねにおいて足の外側の方に重心がかかっているように見受けられますこれをまずトップに上がる、えー、寸前の辺りそして切り返しの付近において外側に重心が、えー、かからないようにしっかりと土踏まずで、えー、重心を受け止められるようにしてくださいそしてダウンスイングにおいても 今度は左側へ重心移動するわけですが必要以上に体重移動を意識しすぎて左足の外側に体重がかかってしまわないようにしっかりと内側で体重を受け止められるように意識をしてくださいこの正しい重心の位置を練習をする時は肩から肩のスイングで。 スイング中常にベタ足で練習をすることで、えー、より早く身につけることができると思いますフルスイングをしながら覚えていくのではなく肩から肩のベタ足スイングの中で土踏まずを意識して、えー、練習をしていきましょうそうすることでスイング中に左右に体の軸ぶれが起きることなく、えー、なってくるわけですそうするともちろん、 ミート率が上がって結果としてミスヒットが減ってきます大事なことは、えー、なぜこの練習をしているのかどういう結果に結びつくのかというところまでしっかり理解を深めて練習をしていくことというのは、えー、大事だと思いますので、えー、しっかりと理解をしたい上で、えー、正しいいい重心のの位置というのを、えー、掴んでくださいそして2つ目のスイングの連動性滑らかさをどう作るかこれは えー、DVD の中にもある T の連続打ちまたは、えー、T がないような環境でしたら、えー、T はなしで、えー、連続素振りでも構いません、えー、できれば肩から肩のスイングでベタ足の中で、えー、行ったり来たり行ったり来たりですね同じリズムとテンポを守って えー、約そうですね回数としては10回から20回ぐらいの、えー、連続素振りを練習の合間合間に入れていただきたいと思いますこのような練習というのは、えー、華やかな練習ではないですねボールを打つわけでもないですしただ黙々と、えー、素振りを繰り返す、えー、ちょっとつまらない練習ではありますが非常に効果的な練習です。えー ここういううい練習をするるととと、で、えー、何が良くなるのかというとやはり、えー、最初に説明したように滑らかなスイング、えー、どんなに正しい形かっこいい形をしていてもそれら一つ一つのパートパーツパーツがぎくしゃくした動きになってしまっては、えー、素晴らしいショットというのは望みません、えー、スイング全体のパーツを磨きそしてそれらが、えー、滑らかな動きで連動して初めていいショットというのは生まれますので パー,ツパーツを作る練習と滑らかなスイングを目指すこのような連続素振りの練習というのを必ず並行して行ってください補足としてこの連続素振りの練習をする時に、えー、例えば鏡等があれば、えー、自分と目を合わせながら素振りをすることで、えー、自分の体の動きをこう 鏡を通して見えるわけですから、あ左右に動いてるなとか、あ上下に動きすぎてるなとか、いうのもよくわかります。えー、ですので、鏡があるときは鏡なんかを使って、連続素振りを10回から20回、えー、繰り返していただいても結構だと思います。えー、地味な練習ではありますが、この連続素振りの練習、そして肩から肩の重心の位置というのを、しっかり自分のものにして、えー、スコアアップを測ってください。頑張ってください。